ってもらっていいですか。どうですか。なんで今ピンって音したの、聞こえた。じゃあこっから下ネタあんま言えない感じなのか。今までずっと言ってたみたいになっちゃったじゃないですか、これで。一切禁止。この人は本当見事だよ。するのがうまい。そう。平石くんが来ると仕事場が下品、下品。いや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 、俺音ゲーこの YouTube もこの YouTube もちょっとエッチな雰囲気気をつけなくちゃ。いやいやいや、元からそうじゃないですか。インテリで話してるようなことなそう、インテリそうだよ、もういろんな社会のことを話してたのにね。そうです、元からだわ。うわぁ、美味しそうなドーナツ。わしらだよね、でも一応今わしら、紅茶でいいですか。あ、紅茶お願いします。あの、コーヒーをですね、入れたいと思います。紅茶で大丈夫な。ダージリンジですか。ダージリン、はい。あ、いいやつすね。ダージウィン。ダージ意外と長いですね。聞こえてんのかなと思って。あ、なんか反応がなかったから聞こえてんのか。ダージ諦めずに何回かやる。ダジウィン。まだ言っちゃった。まだ言ってる。シナモンとプレーンがあるんですけど、お二人どっちがいいですか。僕はプレーン。あ、ごめんごめん。あ、いいのあった。ごめんごめん。こっちだこっちだ。すいません。諦めました。大丈夫。僕が食べれないやつを。コーヒー&チョコ、なんかホワイトチョコっていうのがあって、それを。美味しそう。あの、ボリュームあるから食いたくて。ありがとうございます。はお湯割りにするとね、うん、ほら喉にもいいし、だいぶ使ってきました。喉にいいんですよ今の時期ね。乾燥してる。まあね、朝ね、乾燥して喉をカリカリでベコベコするんだよね。寝起きはやっぱりね、変な咳出るの。口呼吸、口呼吸で寝るとそんなと。乾燥があるね。うん。冷たい。ああ、冷たい。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のブレイキングニュースは何でしょう。漫画家関係者が独断と偏見で、うん、ね、世の中を切る、分析する感じもあるじゃないですか、この池上 YouTube。 池上さんのように、池上さんのように。それちょっと、や、大丈夫ですか。ハードル上げすぎましたね。池上さんってすごい人ですよ。すごい人ですよ。引っ張りだこです。あれですよ、漫画大学みたいな感じ
YouTube 漫画大学やっちゃった。なんか早く誰かやってくんないかなって漫画家は言ってますよ。漫画大学そういうの、うん、YouTube じゃなくてもいいけど、なんか出版社が大学立ててくんないかなって。これまあよく集まる漫画家さんたちがいただきます言ってた、レジェンドクラスだった。だってそしたらさ、僕の就職先が本当だ、マリオネの、うん、だって拝見も教えられるしさ。それは本当だ。ほら、ぜひ誰か漫画大学を創設してください。全然興味なさそうにタブレット見ながら言ってますよ興味ねえんだこれ広げる気ねえの。しかも大学もういいよ、うちくん校長先生になれない。なれないなれない。そこはやっぱり食べるのうまい稲垣先生に。でも校長先生になれば校長室に写真がこうやって歴代どんどん並んでるんですよ。あれ並びたいじゃないですか。え校長室行ったことありますか。ちゃんと責任取ってくださいある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 ね、歴代の歴代のあのなんなんあん中に並べられるってすごいじゃないですか。一番初めの一人になれる。そう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 。ああ創設者ね。だからヒゲをその時はこうしましたなんかさ、バカにしてる、全体をバカにしてるよね。学校も、ほっぺに漫画家も全部ほっぺにグーグーだな、初代漫画大学。でも漫画大学はやっぱいらない後に総長総長総長ですよ。総長なんだっけ、理事長じゃない、理事長だよ、理事長総長だよ、暴走族みたいな全然違うやつになっちゃって理事長、理事長全然なんかすごいやばい、やばい業界の人みたいな、うん、おいしいこれ、おいしいね、うん、ナッツがいいね。やっぱ冬はさ、食べちゃうわ、うん、昼、とんかつ食べたのに。あ、それを言っちゃやばい。もう大丈夫だよ、一日のカロリーが、もう夜、夕飯抜きだな絶対しないはず抜きにしないはず。あれだ、梅干しとご飯だけだお魚とかね、お魚、うん、せめて煮干し。コーヒー出なかったね、とんかつ屋さん。あ、そうだ、あそこね、忙しいから忙しかったから、すげえ、一人頼んだ人いたじゃん。うん、無言で出してたよね。ちょっと若干舌打ちの空気があったよね。ああ、そっか。忙しい時は、うん、まあ、言うなよ、しょうがない。うん、それはなしで。大輔また危ないこと言ってるよね。とんかつ屋でコーヒー出るところって限定されるじゃん。それ結構ないかな。もうそっから調べ上げたら大した問題じゃない。まあそうだね。思った。でもそこまで世間は、うん、漫画家に興味はない。だよね。うん、ちょっとあれだ。意識過剰。意識過剰だよね。あのおばあちゃんの優しいとんかつ屋さん。言ってんじゃん。小出しに情報。どんどん広がってんじゃん。いつも NHK がテレビ流れてる。そうだね。あと野球。どんどんバラけて野球シーズン、野球が流れてる、巨人戦が好き。ああいう昭和、昭和のお店でしょ。うん、うん、いいよね、街に何個か欲しいやつだ。うん、そういえばオリンピックチケットは買いました。当たんなかったいやなんか当たんなかった。え、面白そうなんですか。え、もうすげえ、うちも申し込んだけどダメ。あ、そうなんですか。うん、落ちてなかった。全部落選して申し込みしなかったんだけど、みんなやっぱ落ちてる人が多くてね、うん、本当に当たってんのかっていうか、当たってる人いるのかみたいな。福田さんは申し込みしなかった。しなかったね、うん、やっぱテレビでいいや二次募集とか、うん、うん、またらしいよね。あ、もう始まってるのか。うん、
2020年になっちゃったね。ああもうね、なっちゃうね。あんなに先のことだと思ったら2020年が、うん、早いよな、振り返りみたいになっちゃうけど2019年ですね。ああ、そうですね。このお仕事場は安定してましたね。うん、非常に今までになく、うん、なぜの話だけど、うん、いやもう順調ですね、本当にね。新しい試みが、うん、やっぱね、何でもやってみるもんですよ、うん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 、同人活動はね、全然ね、ここまで、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本音言ってんだけどさ、録画してない可能性があるんだよね。あ、してた。あしてました。難しいのかもね、でもね、うん、他のやりたいと思ってる人でも、うん、やっぱ初めてのやつは不安も多いからな。まあでもね、新前菜もそうだけどさ、うん、あとこう今なんかこう新連載してもさ、外れた時の打撃が昔より重たそうな気がするんだよね。あ、そうなんだ、うん、だってアシスタントも揃わないでしょ。あ、で絵もすごいじゃん。みんなすごいですね。例えばこう料理屋で言うとさ、お店借りてさ、具材揃えてさ、さあ始めましたって感じで、うん、宣伝を見てさ、人が来ない、いや畳むかってなった時にさ、うん、賃貸で、うん、でそのまあ全部リースだったらさ、うん、できた、うん、漫画とかでさ終わった後誰もね、うん、あの企業が一緒にやってるのにさ、うん、なぜか個人商店扱いされるんだよ。そういう時だけ。でそういうお店屋さんも個人商店でさ、うん、まあまあ個人でさ、もう最初から個人って分かってるから誰もね助けてくれないのかって言うけど、でも漫画家って出版社がついてるのに、うん、出版社が特に助けてくれないんだよね。うん、そうですね。だから俺思ったんだけど、編集が自分の懐からね、あ、連載終わったら減給なの、うん、連載終わったら給料を半分なの。だから連載立ち上げるのもすげえ慎重になるし、だから罰則を作った方がいいんですよ。なるほど、うん、他に売れたら増える。そう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 、部合が増えた、うん、そうか、その両方です。むしろその、あの部のいい編集部に居残れるっていうか、うん、そのやりがいのあるところにね、ーボーナスもね多少上乗せしてあげてさ。だから作家さんとね、うん、あの、ある意味立場が一緒っていうか、そう、一緒に頑張ろうってなる。多少同じのれんをさ、もしうちに2人で担ぐっていうかさ、うんうん、なるほど。だってさ、そうでしょ、痛い目合うのは作家だけ、うん、2人じゃないと担げなかったじゃん、みこしもさ。そうですね、連載ってそれぐらい重たいものですよ、うん、重たいものですよ。なんで変な言い方で言いながら、そういう風に、うん、美味しいものを食べたいじゃん、それで。そうですね、美味しいステーキを千円以上。ええ何もう一回、もう一回あれ、ひどいな。オロチマルの声ってどうなの。ああ俺なんか普通に千円以上って言っちゃったけど、もうちょっとなんかオカマっぽい子だった。面白い動画のやつ。あれ？あの動画の真似をしてる。そう、動画の真似したんだけど、2回目だよ俺。こ
こんな今気に入ってるやつ。お気に入りの。もうちょっと精度を高めてもらって。ああ、申し訳ございません。やっぱあのほら、隣のトトロのあれはうまかったな。あれはね、一人だけ反応があったもんね。うまいですね。そう、うまい、うん。聞いたことない。なんだって。めいちゃん。また俺追わないか、今日でしょ。トトロさんが言ってくれた。トトロなのねってでしょ。トトロなのね。本当に似てるな、自分でも。そあなた、トトロなのね。あれがね、空で出るな、これ。あれはもうそう、すごい訓練してるからね、ずっとね訓練身につけてる。もう見てから何十年って訓練してるから、やっぱちょっと違うんだよね、年金がね。あれもできなかったっけ。え、うん、いろいろ振る。さすが長いからよく知ってるな。もののけ姫の自己棒。あれが一番難しいんだよ。俺の持ってるレパートリーの中で一番難しいんだよ。あれでしょ、こうお椀を持ってさ、言うやつ、なんだっけ、あ、ニヤビなワンだな。あ、そう、うまい、うまい。あれでしょ、似てねえ。ダメだ、これ。あ、昔の方がうまかった。あ、分かった、あれだ。あれが似てるだっけ。あれ、あの、千と千尋のガジュイン。うん、あ、ジェン。クリームのクリーム。ああ、そうそうそう。ジェン好き。ジェン好き。気持ち悪い。あの組み手で帰るレンズ。ちっちゃいから。セモだ。うまい。うまい。似てる。だからね、年季が違う。あとあれがうまいですよね。もういいよ、やめようよ。くれないの豚のあのエンディングの歌。やめようよそれ。それ歌わなきゃじゃん。一部肩を解き。なんか体が熱くなってきた。もうこれやめよう。モノマネショーになっちゃう。肩を解きが過ぎに。今日モノマネショーだよタイトル。俺あれがうまいんだよ、あの福田さんすごいうまい。君の名のね、あ、みつはちゃん。うまい。滝くん、滝くん、覚えてない？気持ち悪い。忘れちゃった？ちゃんと見ました？気持ち悪い。似てるっていうところですよ。見たはずなんだけど。でもね、ムカつくのが気持ち悪いんだけど、似てるんだよね。当時はね、すげえ似てた。ちょっと最近やってないから。福田さん見ながらだったから、ちょっと。ああ、そうか。ビジュアルが邪魔しちゃったから。対してもこの自信満々なの。みつはちゃんのあれを見た。今ちょっとインターバルあるからダメだったっていう。そうそうそう、ちょっとね。なんかものすごい。当時は2年前はすごいもう。なんかね、滝くんの言い方もっとねっとりした。滝くん。ない？っていう感じ。それで何を補正してるんですか。あれがね、良かったよね。良かったよね。そう。モノマネ大会。ずっとやってたもんね。いい映画は全部モノマネ大会になる。なるほど。じゃあ、この平井さん。この人は玉置浩二のやつ。いやいやいや。あんなにも。もうダメだ、これ。すっげー。完全に冷やかしの大会でも。やべえ、いい落ちが。危ない、ほら、だから危ないんだよ。すごいいいタイミングだ。歌ってる時に落ちて。落ちができた。歌って、なさに落ちが落ちるようで。もう誰も触ってない。ないのに、ボトってこれガムテープがどんどんにゃーっと離れてくる。どうも、驚かせてすみません。じゃあ、モノマネ大会会場から送りました。さようなら。さようなら。福田さんのせいだからね。なんか上向いちゃってるよこれ完全に。